吉田美奈子さんのバックコーラスで印象に残ってるのが、達郎アニーのライドオンタイムに収録されているサムデイですね。これのね、バックコーラスの吉田美奈子さんね、すんごいいいんですよ。ヤフーニュースの記事に、山下達郎が語ったユーミン、ミスリム、録音現場での匿名的でないコーラスの豪華な顔ぶれっていうのがあって、ユーミンとね山下達郎ってあんまり接点ってないのかなと思ってたら、これバックコーラスやってたんですね。ユーミン大好きなんですけど、これね全然知らなかったんですよ。で見ていくと、ユーミンからこれ声かけたんですかね。ユーミンから声がかかったのも、僕がバックコーラスで参加していたライブをたまたま彼女が見に来ていたからなんです。その時一緒にコーラスやっていたのが、僕が当時やっていたバンドシュガーベイブのメンバー大貫妙子さんと松村邦洋さん。あのコーラスは誰？面白いから呼んできてということになって、で3人してレコーディングに参加することになったって書いてあるんですね。そのちょうど1週間前、ターオーが仕事で吉田美奈子さん、70年代半ば以降山下の作品に歌唱提供を始めてあったんです。その流れで美奈子もユミのレコーディングを覗きに来て、彼女も結局、そのちょうど1週間前、ターボー大貫妙子さんですねが仕事で吉田美奈子さん、シンガーソングライター、70年代半ば以降を山下の作品で歌詞を提供とあったんです。その流れで美奈子もユミのレコーディングを覗きに来て、彼女も結局レコーディングを参加することになったっていうことで、これすごいですよね。山下達郎と大貫妙子と吉田美奈子さんもこれ参加してたんですよね。でググったらね、ルージュの伝言でこれやってるんですよね。ヤフーのね知恵袋今見てたんですけど、荒井由実のルージュの伝言でバックコーラスをやっている人の中に山下達郎もいたのでしょうかっていう質問に対して、大貫妙子さん、吉田美奈子さん、伊集佳代子さんっていうの、この人ちょっとわかんないですけどね。大貫妙子さんとね、吉田美奈子さんいたんですね。これすごいね。YouTube でね、聞いてみたら、あ、やっぱりそうなんだっていう感じでしたね。吉田美奈子さんもいるし、達郎兄もいるしね。あ、そうなんだって思いましたね。改めてね。これ全然ほんとね、ノーマーク知りませんでした。今頃になって気づいたっていう。で、やっぱユーミンってすごいっすよね。こうね、山下達郎さんとかをコーラスに呼ぶっていう。やっぱこの人ね、もう、それ以前にね、もう有名になってたんでね、ユーミンは。すごいなと思いましたね。で、多分ね、山下達郎とかの声だったらね、なんかね、もう気づきそうな気するんですけどね、僕ほんとね、全然わかんなかったですね。ルージュの伝言のこの部分のところなんですけど、このバックコーラスに達郎さんとか大貫妙子さんとかいたんですかね。あとあなただけのもののこの部分ですね。ここに矢野顕子さんいたのかな。矢野顕子さんの場合はね、独特なんですぐ分かりそうなんですけど、かなりその昔で鈴木顕子さんとかっていう名前で出てたらしいですね。荒井由実さんのデビュー曲っていうのは返事はいらない、これ1972年の7月だそうですね。でこの日って田中角栄さんがですね、自民党の総裁選で福田赳夫さんを破った当日だったっていうことなんですよね。知ってます、田中角栄さん。まあその田中角栄さんですね。自由民主党は過去も現在も将来も新しいたくましい日本を築き上げようと考えておるのであります。でこれ1972年なんで、山下達郎さんのデビューがね1975年なんですよ。だからもうその前なんですよね、これね。ユーミンってね、山下達郎兄は1975年シュガーベイブでデビューしてるんですよね。これね、記事なんかちょっと興味深いのがね、このデビューのレコードあんまり売れなかったっていうんですよ。まあそんなね、もう有名でもないですからね、デビューしたての頃は。今日書いたのはね、なぜ返事はいらないが売れなかったのか、その理由は彼女の歌声にあった。この曲でユーミンの曲の完成度は決して高いとは言えない、それどころかはっきり言えば荒いのだ。音程は安定せず、要所要所で声は上ずり揺れている。例えば美空ひばりのような耳にした瞬間から聞き惚れてしまうような美声とはとても言い難い。でユーミン本人も自分の声は最大のコンプレックスであり続けたって書いてあるんですよね。で何度も私は歌が下手だからと語っている。だから自分でもかそういう、こう歌が下手だとかっていう風にね思ってたんですかね。ただユーミンってやっぱりその独特なんですよね。あの歌声がね、本当歌い方っていうかね、独特の世界観があるんですよね。だから未だに人気あるんだと思います。ネット見てたらユーミンの貴重な映像を見つけましてですね、八王子の自宅で知り合いを呼んでライブやってた時の映像なんですけど、これかなり貴重ですよね。1976年だからユーミンがね、これまだ22歳ぐらいのはずなんですよ。自宅ライブを開催してた時の映像なんですけど、これおすすめなんでね、ぜひリンク貼っといたんで見ていただければと思います。大貫妙子さん、吉田美奈子さん、山下達郎兄、
それぞれね、好きなアルバム全部好きなんですけど、特にって言われたら山下達郎さん 4U ですね。もう何年になるかな、これかなり昔ですよね。僕18、19ぐらいの時だったと思うんですけど、街に行ったらね、もうずっとかかってましたね。なんかまあ優先かなんかかな、とにかくね、どこ行ってもね、なんか街中行ったらね、これかかってたんですよね。でこれドライブミュージック最高でしたよね。夏場、山下達郎さんって言ったら夏のイメージだったですからね。それから大貫妙子さんはね、アバンチュールっていうアルバムが一番好きなんですよ。まあこの人もともとドラマの主題歌でね、夏に恋する女たちが代表曲ですよね。なんですけど、このアバンチュールっていうのが僕一番好きでしたね。なんか全曲ね、大好きなんですよ、珍しく。当時レコードってほら10曲ありますけど、なんか好きな曲ってこう限られてるじゃないですか。この中のこの曲が好きとかね。アバンチュールはね、ほんとね、全部好きでした。あと、吉田美奈子さんは、ライトアップですね。これのね、1番、2番、3番。まあ、特にこの3曲、大好きですね。シティポップって今が結構話題になってるんですけど、それのね、走りのような気するんですよね。3曲目の、頬によるの灯火ってあったじゃないですか。都会のビルの風景がこう出てくるんですよね。これはね、ほんとね、いい歌でね、ほんと大好きですね。シティポップっていうと、松原美樹さんの真夜中のドアってあるじゃないですか。あれ海外でなんかすごい今人気になってるらしいんですね。かなり上位に来てるらしいんですよ。で、これもね、どっちかっていうと、シティポップのくくりに入るんですよね。あの当時のね、松原美樹さんの真夜中のドアはかなりね、かっこよかったんですよね、やっぱね。あとね、吉田美奈子さんのバックコーラスで印象に残ってるのが、達郎アニーのライドオンタイムに収録されているサムデイですね。これのね、バックコーラスの吉田美奈子さんね、すんごいいいんですよ。で、この頃になると、一発でね、吉田美奈子さんの声っていうのわかるんですけど、そのユーミンの時代のバックコーラスの吉田美奈子さんっていうのはちょっとね、区別ほんとね、つかないんですよね。やっぱ独特のね、声、ほんといいですね。ユーミンのあの世界観もいいし、大貫妙子さんのね、この透き通るような声、あと吉田美奈子さんの独特のね、このね、声、やっぱ人気ある人って歌うまいだけじゃなくて、その声質がね、すごいいいんですよね。もう聞いててすごい心地いいっていうかね。だから僕どっちかっていうとね、女性ボーカルがすごい好きなんですけど、やっぱ達郎さんだけはね、別格ですね。山下達郎さんと、あと門松俊樹さん、あと大竹栄一さんね。ここら辺はやっぱり声いいっすよね。ほんと羨ましいですね。はい。そんなとこで今日はバックコーラスすげえなっていう話でした。